はい、今回紹介するのは、こちら、ガイム、違う、ドライブ&ガイム、ムービー対戦フルスロットルから、デラックスシフトフルーツを今回紹介します。前回、ドライブロックシード紹介してますので、今回はシフトフルーツになります。では早速取り出してみます。はい、こちらがシフトフルーツになります。ガイムのオレンジのですね、イメージしたシフトカーになっております。タイヤ部分もオレンジの断面図みたいな感じで、はい、ここにも断面図で、はい、裏が、ドライブのマークですね。はい、デラックスなのでカチッとくるりと回ります。ジューっていうのもね、はい。では早速ドライブドライバーに入れてみます。では早速電源を Type your engine ということで、まずはよいしょ、カチャーン、よいしょ、オンステージって言った?おしょ。ではシフトアップ。あ、すごい待機音。ガイムのニケルっていうのが入ってるね。止まっちゃったはい、では必殺技、必殺、フルスロットル、フルーツ。はい、ではブレイクガンナーに入れたらいつものあの音声かな、入れてみましょう。ではブレイクガンナー、チェイスが仮面ライダーチェイスになってからもですね、あ、仮面ライダーチェイサーになってからも登場するのは嬉しいですよね。よいしょ、ストライク、ユアボディ、入れてみますよ。オフ、ドライブシステム、はい、やっぱり。では、マッハドライバー炎、ではマッハドライバー、あら、どこやったっけ、あら、あ、これか、マッハドライバー、ではシフトカータイヤ交換、管モード、管モード、たくさん果物、ブルスロットル、果物、はい、以上ですね。最後にあの音声を皆さんにお届けします。お疲れ、お疲れ。はい、今回紹介したのは、ドライブ&ガイム、ムービー対戦フルスロットルで登場した、
デラックスシフトフルーツ&ドライブロックシードセットの、シフトフルーツ紹介しました。ご視聴ありがとうございました。